このメニューは何？どうかしましたか？このメニューに載っている料理の写真、確かにイタリア料理の雰囲気はあるけど、でもイタリア料理とは言えないようなものがたくさんあるわ。イタリア人女性による日本のサイゼリヤにまつわるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は日本食の闇を暴いてやる、イタリアからやってきた美食家によるサイゼリヤレビューが衝撃的の話題です。海外すべての国に存在すべき。日本には海外由来のオリジナル料理がたくさん存在しています。日本では中華料理、フランス料理、韓国料理、インド料理など様々な国の料理が食べられていますよね。そしてそれらの料理の多くは本場のものとは一味違う日本オリジナルのもの。日本で普段食べられている海外の料理の多くは本場のものを日本風にアレンジした料理なのです。実は中華料理の定番である天津飯やエビチリ、中華丼に焼き餃子などは、実は中国ではポピュラーな料理ではなく、そもそも存在すらしていないものまであります。日本オリジナルのそれらの料理は、たびたび訪日外国人さんたちを驚かせているのです。そして日本で食べられているイタリア料理の中にも、実は日本オリジナルのものがたくさん存在しています。今回は、日本にやってきたイタリア人女性がイタリア料理のファミリーレストランサイゼリヤを訪れて、そこで食べた料理に大きな衝撃を受けたというエピソードです。果たして本場からやってきたイタリア人の彼女にサイゼリヤの料理の味は通用したのでしょうか。早速ご紹介していきます。私はイタリア人、美味しいものが大好き、自称美食家よ、食べ歩きが趣味ね、アパレル関係の仕事をしているわ。40代になっても私は未だ独身、仕事に追われる毎日を過ごしているわ。友人や家族はそんな私を心配する人が多いんだけど、私自身は今の生活が幸せよ。私は若い頃からとにかく仕事が大好き、忙しく仕事に取り組んでいる時間は私にとって非常に充実感があるものなのよ。私の会社は海外出張が多いんだけど、私は昔からいつもそれを買って出ていた。新人社員の頃から積極的に海外出張を希望していたの。基本的に女性社員が海外出張に行くことは少ないわ。若手の女性社員だとやっぱり頼りないし、ある程度の年齢になるとみんな家庭を持つから海外出張は避けがちになる。だからほとんどの場合は海外出張の仕事は男性社員に回ってくるわ。でも私は自分から海外出張に行きたいと常にアピールしていたから、昔から多くの海外出張を経験することができていたわ。私は仕事において多くの経験をすることを大切にしていた。成長するためには他の人間がしないような多くの経験をするべきだと昔から思っていたの。だから私は海外に行くことに積極的になっていたわ。私は今までにかなりたくさんの国を訪れてきた。両手の指で数えきれないくらいの国を訪れたわ。全部でどれくらいの国に行ったかしら。両足の指の数も加えてちょうどくらいかも。その経験は私にとって非常に素晴らしいものになっている。海外は刺激にあふれていて多くの驚きがあるわ。私は海外出張でこれまでに様々な衝撃を受けてきたんだけど、最も大きなショックを受けた国は日本よ。日本は様々な部分で私を驚かせてくれた。国民の倫理観にあふれた振る舞い、サービスの充実、治安の良さなど、日本はイタリアとは違う魅力がたくさんある。そしてその中でも私が最も衝撃を受けたのは料理だった。しかも私が驚いたのは和食ではなくイタリア料理。日本で食べたイタリア料理に私は大ショックを受けたの。私が日本を訪れたのは今から10年ほど前のこと。滞在期間は1ヶ月程度だったわ。私はその時日本滞在3週間目を迎えた頃だった。日本での滞在も折り返しの時期。私はそれまでの日本での生活にとても満足していたわ。日本の街はとても便利で非常に生活しやすい環境だと感じていた。言語の壁を除いては海外の人間が日本の生活に不満を持つことはないと思う。日本以上に生活環境が優れた国は他にないでしょうね。様々な国へ行った私が保証するわ。
そして私は日本語の通訳であるアニータという女性スタッフと常に一緒に行動していたから言葉の壁に悩むことすらなかった。そんな私にとって日本での生活は快適そのものだったわ。しかしある日、私はちょっぴりイタリアが恋しくなった。久しぶりにイタリアの料理が食べたくなったのよ。そこで私はアニータに相談した。ねえアニータ、私なんだかイタリア料理を食べたくなってきたんだけど。イタリア料理ですか？じゃあ今晩食べに行きますか？美味しいイタリアを調べておきます。ありがとう。でも一つ絶対外せないリクエストがあるの。外せないリクエスト？それは何ですか？それはかなり安く食べられるということ。とにかく安いお店がいいの。日本の料理が美味しすぎて私最初からはしゃぎすぎてしまったのよ。だからちょっと金欠気味で。そういえば毎日お寿司やらすき焼きやらを食べてますものね。それに昼食もコンビニグルメを大量に買い込んでますね。そうなの。日本の料理が美味しいあまりにちょっと散財しすぎたわ。だから今日のディナーはとびきり安いイタリア料理が食べたいの。あなたは日本に住んで長いんでしょ？どこかいいところ知らないかしら？連れて行ってくれない？激安レストランか。イタリアンは比較的安価で食べられるお店が多いですが、とびきり安いとなればあそこしかないな。いいところがあるのね。ええ、ぴったりのお店がありますよ。じゃあ今日はサイゼリアに行きましょう。サイゼリアっていうお店がおすすめなのね。どんなお店なの？それはご注文の通り激安でイタリアンが食べられるお店ですよ。イタリアン専門のファミリーレストランです。それはいいわね。じゃあ今日の晩はぜひそのお店に行きましょう。どうやら日本にはサイゼリアという激安のイタリア料理のファミレスがあるようだった。注文通りのお店が簡単に見つかるなんてさすが日本だわ。日本は街中にレストランが多いし、そのジャンルは多岐にわたっているからね。私は久しぶりにイタリア料理が食べられるということで、その日はウキウキで仕事をこなしたわ。そして仕事が終わった後、私とアニータはオフィスを出て、そのサイゼリアというお店に向かった。お店はオフィスから歩いて10分程度で到着したわ。外観は一般的なレストラン。店内に入ると家族連れから学生、お年寄りまで老若男女でにぎわいを見せていた。人がいっぱいだわ。このお店はなかなかの人気店みたいね。はい、サイゼリアは全国に展開している人気のチェーン店なんです。いつも人がたくさんいますよ。今日は待ち時間なしで入れてラッキーです。普段は待たないと入れないほど人気なの？時間をずらせば大丈夫ですけど、今の時間みたいにご飯時だと待たされることも結構あります。そんなに人気があるのね。じゃあその味に期待が高まるわ。店内の賑やかさの人の多さに私の期待は膨らんだ。しかし席についてメニューを開いた時、私の膨れ上がった期待は瞬時にしぼんでしまうことになった。何を食べようかしら。久しぶりのイタリア料理だから楽しみだわ。え、このメニューは何？どうかしましたか？このメニューに載っている料理の写真、確かにイタリア料理の雰囲気はあるけど、でもイタリア料理とは言えないようなものがたくさんあるわ。あ、そういうことですか。確かにそうですね。本場のイタリア料理とはちょっと違うものが多いかもしれません。というか、ほとんどが本場のメニューとは一味違いますね。これがイタリア料理だなんて信じられない。まあさすがにここは日本ですから、本場と全く同じものを食べるということは難しいですよ。それにもっと本格的なイタリアのお店もありますけど、そういったところに行くと値段は上がりますから。確かにそうかもしれないけど、でもちょっと気分は決して良くないわ。だって日本人たちはこういった料理をイタリア料理だと思っているんでしょ？それは心外だわ。だってこれらのイタリア料理は間違えたもの。本当のイタリアンではない。私はメニューを見て、その料理のほとんどが本場イタリアのものとは違うことを知り、気落ちしてしまった。そしてそれと同時に少々の憤りも感じたわ。自分の国の料理が間違った形で伝わっていることが許せなかったの。確かにその料理はイタリア料理の雰囲気はある。でも全然知らない、見たこともないようなメニューもあったし、見覚えがあるようなものでも微妙に違っていた。
ピザやパスタなどイタリア料理の定番メニューはあるけど、どれもが変なアレンジを加えられている感じだったのよ。例えばミートソーススパゲティなんかは卵を乗せたトッピングができるみたいなんだけど、そんな食べ方をイタリア人はしないわ。そしてカルボナーラはイタリアではショートパスタを使用するんだけど、日本のものはスパゲティが使用されている。しかもなんだかクリームソースのような見た目だった。本来のカルボナーラは決してクリームスパゲティではない。卵とチーズだけで仕上げるのよ。牛乳や生クリームは入れないわ。それからピザにはトマトとバジルだけでなく、ごちゃごちゃといろいろな具材が乗っているものもあった。これはちょっとした違いだけど、イタリア人の私としてはかなり気になる。他には謎のソースがかかったパスタやグラタンのようなもの、それから見たことのない肉料理もあったわ。私はそれらの料理に愕然としてメニューを閉じた。なんだかテンションが下がっちゃったわ。せっかく連れてきてくれたのにごめんなさいね。私は何でもいいから料理のチョイスはあなたに任せてもいいかしら。適当に何品か頼んでくれる？そんなこと言わないでくださいよ。日本風イタリアンは結構美味しいんですよ。私はすっかりテンションが落ちてしまって、自分でメニューを選ぶことを拒否したわ。そしてアニータは店員さんにいくつか料理を注文。私たちは会話をしながら料理が来るのを待った。日本食の多様性が世界的に評判なのは聞いたことがあるわ。でもこれもそうなのかしら。こうなったら私が確認してやる。日本食の闇を暴いてやる。そんなことまで考えてしまったわ。すると注文から10分程度で料理は思いのほか早くやってきた。テーブルにはいろいろな料理が並ぶ。さあ食べましょう。今回注文した料理はミラノ風ドリア、エビのサラダ、コーンピザ、たらこスパゲティ、ハンバーグステーキです。なんだかよくわからないメニューばかりだけど、とりあえず食べてみるわ。私は全く気が進まなかったが、せっかくお店に来たのだから食べないわけにはいかない。味には全く期待はできないけど、とりあえずそれらの料理を食べてみることにした。私がまず最初に食べたのはミラノ風ドリア。見た目的にはミートソースがかかったグラタンみたい。私はその料理をスプーンですくい、一口頬張った。パク。え？その瞬間、私の頭は一瞬パニックになった。これはお米？中にお米が入っているの？あ、わかりました。そうなんです。ドリアっていうのはお米入りグラタンのようなもので、何でも日本風西洋料理の代表格らしいんですよ。私も初めて日本にやってきてこれを食べた時は驚きました。こんなへんてこな料理は初めて食べた。でも、これはなかなかいけるわね。ミートソースとチーズとお米の相性がなかなかいい。意外に美味しいですよね。ええ、私が知るイタリア料理では全くないけど、味に関しては問題なく美味しいわ。私はその料理の意外な美味しさに驚いた。そして次に食べたのはコーンピザ。ピザといえばトマトとバジルのものや、たっぷりのチーズとキノコなどのものが定番。コーンが所狭しと乗ったピザが果たして美味しいのだろうか。私はこちらもあまり期待せずに口に入れた。パク。しかしこの料理も私の期待を見事に裏切る。なんてマイルドな味のピザなの。コーンの甘みが口いっぱいに広がる。ジャンキーな感じが強いけどとっても美味しい。コーンのピザは甘みが強くて子供にも人気みたいなんです。子供から大人まで美味しく食べられるから、ファミリーレストランのメニューとしてはもってこいですね。こんなへんてこなピザが美味しいだなんて。私は大きなカルチャーショックを受けた。そして一番ショックを受けたのはタラコスパゲティを食べた時だったわ。タラコスパゲティは口に入れた瞬間、強い塩気と独特の風味が口の中を駆け巡った。それは私が今までに感じたことのないようなものだったわ。しかし全く不快感はない。とても複雑にそれらは絡み合い、素晴らしいハーモニーを口の中で奏でていたの。これは不思議な味ね。でもとっても美味しい。しっかりした味付けだけどとてもマイルド。独特の風味も悪くない。こんなスパゲティはイタリアには存在しないわ。気に入ってくれたみたいですね。そうです、この料理も日本のオリジナルメニューです。これにはタラコという魚卵が使われているんですよ。魚卵？そうです、
たらこっていうのは魚卵の加工食品なんですが、これが日本人は大好きらしいんです。たらこは塩気が強く独特な風味があるのが特徴。そしてこのたらこがスパゲティによく合う。これを発明した人は本当にすごいですね。常人離れしたイマジネーションだわ。私は日本風イタリア料理の凄まじさを身をもって体感した。日本人の料理のイマジネーションは凄まじく、最初はヘンテコな魔改造料理に見えていたけど、実際に食べてみるとそのクオリティの高さはとんでもなかったわ。しかし私の驚きはまだ終わらない。よければ一杯ワインを飲みませんか？ワインか、当然飲みたいところだけど、でもな。どうかしたのですか？いや、こんなにたくさん料理を頼んでしまったから料金の方が心配で。ああ、そういうことですか。それなら大丈夫です。ワインは一杯100円ですから。え、ワインが一杯100円？はい、それにこの料理だって全部で2000円いくかどうかってくらいですよ。これが全部で2000円ってことは13ユーロ程度でこんなに美味しいものが食べられるの？なんとサイゼリアはその味だけでなく破格の安さでも私を驚かせた。こんなに素晴らしいお店が日本にはあるのね。今回の日本滞在でいろいろなお店に行っていろいろな日本料理を食べたけど、サイゼリアが最も私を驚かせたレストランだわ。感激よ。喜んでもらえてよかったです。日本の激安イタリアンも悪くないですよね。ええ、最高よ。もしサイゼリアがイタリアにあったとしても私は通うかもしれないわ。私はサイゼリアの素晴らしさに大感動だった。この日以降、私は日本滞在中にサイゼリアに何度も通ったわ。そして多くの日本風イタリア料理を口にした。その料理を食べるたびに私は日本人の料理のアレンジ力やレベルの高さに驚くばかりだったわ。最初は日本風イタリアに腹を立てていたけど、イタリアに帰る頃にはすっかりその料理のファンになっていた。サイゼリアは海外店舗も多くあるみたいだから、私はずっと自分の自宅の近所にできてほしいなって願っているわ。以上がエピソードの概要です。そんな日本のサイゼリアの話題には海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。素晴らしいレストランだったよ。サイゼリア美味しいよね。しかも安い。日本から離れた今もサイゼは時々無償に食べたくなる。何度も言ったわ。実際にサイゼ以上のイタリアンを私は知らないの。このレストランは全ての国に存在すべきじゃないか。俺たちにはサイゼリアがある。だからイタリアは旅行先リストから削除した。俺の国にも進出してくれよ。このコンセプトは絶対こっちの人間に受けるはず。サイゼリアが家のすぐ近くにあればいいのに。週末にサイゼリアに行く。それはつまり帰省して休暇を取るのと同じことだ。すべてを備えたレストラン、サイゼリア。私はあなたが恋しい。日本にはサイゼリアという安いイタリア料理のチェーン店がある。とても貧乏臭く、いつも混んでいて地獄のように騒がしく、本物のイタリア料理とは程遠い。だが俺はそんなサイゼリアが大好きだ。以上が海外の反応です。まさかイタリア人さんがサイゼリアに夢中になってくれていたなんて驚きです。でも実は本場イタリア人さんからの評価がとても高いとのこと。これは自社農場、工場を持ち、パスタの麺やオリーブオイルなど細部に至るまでこだわっているという企業努力が本場の味にも負けない魅力を生み出しているのかもしれません。日本が誇る激安イタリアンレストラン、サイゼリア。サイゼリアは海外事業にも成功しており、現在多くの海外店舗を抱えています。もしかしたら日本風イタリアンが世界を席巻する日もそう遠くはないのかもしれませんね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか？ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。